アンネ・フランク・チェントルムは、アンネの日記で知られる、ユダヤ人少女アンネ・フランクに関する展示を行う、施設、並びに、その運営団体である。ドイツのベルリンに所在し、オランダのアムステルダムにあるアンネ・フランクの家と、提携関係を結んでいる。アンネ・フランクの生涯を扱うことで、ナチズムの犯罪とアンネの日記のメッセージを記憶に、止めることを推進する。 設立は1994年にベルリンでアンネ・フランクの世界1929から1945展の準備をしていた頃に遡る。その展示会はナチス統治解放50周年を記念し6つの地区で行われた。それを契機にアンネ・フランクの展示は継続すべきとの声が上がった。1998年6月12日に アムステルダムのアンネ・フランクの家と協力協定が結ばれ、ベルリンのミッテクにアンネ・フランク・セントルムがオープンした。2006年11月以来、アンネ・フランク・セントルムは前日の協力によって、アンネ・フランク、今、ここにの新しい展示が可能になった。その展示は、アンネ・フランクの生涯と置かれた時代の状況を伝えるものである。文書、展示品、写真や映画により、 訪問者は若い作家の知りした世界への洞察を得る。それに加え、ベルリンの若者がアンネの日記から得たアイデンティティ、価値、戦争と勇気について語るコーナーがある。常設展示に加えてアンネ・フランク・ツェントルムは通常4週間をかけて主に若い人を念頭に置いた巡回展示をドイツ各地で行う。5種類の異なる展示内容でドイツ各地を巡る。 アンネ・フランク・チェントルムは全国的な異文化コミュニケーション能力と反ユダヤ主義に監視教師たちにトレーニングを行う。ここで作成される教材は子供や青少年に対する異文化学習に重要な貢献をしている。2011年以来アンネ・フランク・チェントルムの日記から70年後の世代の企画では戦争の子供たちというプロジェクトで世代間の対話を行っている。 子供たちや若者と1941年よりも前に生まれた世代に着目し各都市から集まった若い人と年配者が開催期間中に集まった。ベルリンのアンネ・フランク・チェントルムはオーストリアが兵役の代わりの代替役あるいは追悼奉仕の場所として認定されている世界各地の施設の一つである。2013年12月以降アンネ・フランク・チェントルムは 運営に透明性があると認定されている。プロジェクト70ヤーレドノック、ゲネラチネ年イモダイアログ、500、アンタースシュナーデアイニシアティブ、トランスパレンテツビルゲゼルシャフト、アンフランクトセントラムベッカンンとズイヒ,ヒズ、マインリストスタンダードフュアトランスパレンズ。ありがとうございます。